株式会社群馬バスは、群馬県高崎市を中心に、乗り合いバス、貸切バスを運行する会社で、不動産業、旅行業も営む。また前橋、高崎地域のバスで利用できる、群馬県共通バスカード群、ネット加盟事業者でもある。新会社と旧会社は2001年を境に登記、資本関係が連続していないが、ここでは両者を連続して記す。 三里営業所春名営業所群馬県農協ビルを脇を走る亀里 JA ビル高崎駅東口線、ゴンダ路線車は自社発注の日の椅子図を主に導入しており、近年は日のレインボーや椅子図エルガミオといった中型ノンステップバスが主力となっている。大型車の自社発注車は日の日産ディーゼル製東部バスや大阪市交通局からの移籍車は日の イスズの陣用となっている。一部の車両は、春名湖、伊カ保温泉方面への運用を考慮し、座席をハイバックシートにしているものがある。塗装は、かつての親会社だった東急バスに準じていたが、グループ離脱後の2007年頃より、車体上部と下部に青いラインが入るようになった。観光車は、積極的に新車を導入しており、大型スーパーハイデッカーを中心に、 三列シート車や一二人乗りの特別使用車、スターペガサスも保有している。スターペガサスは同社のフラッグシップ車両として位置づけられているため、車両予約の電話番号も専用回線を使用している。ありがとうございます。